はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安藤でございます。白血病と予防生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日でね、多分 YouTube1 周年1周年経ちましたね。初投稿から1年が経ちました。なんとか頑張って生きてます。始めた頃はこんなに、まあ、闘病生活続かんやろうと思ったんですよ。まあ、最初の関係導入方法っていう大量の抗がん剤を入れて、もうすぐ治って、すぐ職場復帰して、バリバリ美容師で頑張ってる予定だったんですけども、まあそうはいかんかったみたいですね。しんどかったな、まあ、振り返ればすごいしんどかったなっていうことしか思い出せないですけどもね。1年前、ちょうど1年前は1回目の抗がん剤が終わって副作用が出てきてる頃かなっていうふうに思ってます。思いますね。思い出せばそうですね。髪の毛も徐々に抜けてきてった頃かな。それかまあ2回目の抗がん剤が始まった頃なのかもしれないですけども、まあほとんどね、病気の話、まあ、白血病になったんでね、それを中心に話していってたんですけども、まあ早いもんでそれも1年間喋り続けることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。最初はまあこの何て言いますか、自分のね、記録用として闘病生活を動画を撮っていこうかなと思ったんですけども、たくさんの方々から頑張ってとかっていう応援のコメントとかね、いただけるようになって、会ったこともない人たちがこんな僕を応援して支えてくれるっていうことがね、すごい嬉しくなって、これやめられへんなーってなったんですよ。それでこうね、始めて続けることができました。できました、ね、今後もね、こう皆さんにこうやって配信できるように頑張っていきます。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いしますっていう感じで、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。